吉川英治、三国志神道の巻、はい、謹慎、一。ある日、ぶらりと関羽の姿が勝負に見えた。二婦人の内因が建築も古いせいか、雨漏りして困るので収築してもらいたいと。 役人へ頼みに来たのである。かしこまりました。早速、上長に伺って、ご修理しましょう。役人から満足な返事を聞いて、ゆたりゆたり帰りかけてゆく彼の姿を、ちらと曹操が老台から見かけて、あれはう将軍ではないか。と、自信をやって呼び戻した。何か、 ご用ですかカンはうららかな表を持ってやがてそれへ来た曹操は手図から秘蔵のルリハイを取って簡単に一杯進め将軍の着ておられる緑のひたたれは緑金の辞職も見えないほど古びておるな日もうららかになるとあまりにボロが目につくこれを着たまえ 君の見たけに合わせて仕立てさせておいたから」と見事な一両の金包を取って彼に与えた「ほうこれは豪奢な」カンウはもらい受けるとそれを片手に抱えて帰っていったところがその後何かの折に曹操がふとカンウの襟元を見ると 先に自分の与えた錦のひたたれは下に来て上には依然としてチラ身の住んでいそうな緑色のボロひたたれを重ね着して済まし込んでいた「宇将軍君は武人のくせに偉い倹約家だななぜそんなに物惜しみするのかねえどうしてです?」 特に贅沢したくもないが、また特に倹約している覚えもありませんが。いや、やはりどこか遠慮があるのだろう。曹操がまかのうている以上は、何不自由もさせないつもりでおるのに、何も新しい衣装を惜しんで古着をわざわざ上に重ね着しているにも当たり前に。ああ。 ここのことですかカンは自分の袖をかえりみてこれはかつて龍公宿から配慮した恩義ですどんなにボロになっても朝夕これを着これを脱ぐたび公宿と親しく会うようでうれしい気持ちを覚えますゆえに 今、上昇から新たに、賢秀の栄誉をいただいたものの、にわかに、この球威を捨てる気にはなれません。と答えた。聞くと、曹操は艦に打たれたもののごとく、心の内で、ああ、麗しい人だ。さても、忠義な人もあるものだ。と、しみじみ、 彼の姿に見惚れていたが、折伏そこへ、寮の二夫人に仕えているものが迎えに来て、すぐお帰りください。お二方が今何事か嘆いて、吾将軍を呼んでいらっしゃいます。と、関運へ告げると、え何か起こったのかと、関運はそれまで話していた曹操へ、 挨拶もせず、駆け去ってしまった。本来、こんな無礼を受けて、黙っている曹操ではないが、曹操は置き捨てられたまま、呆然と彼の後を見送って。実に、順中の死だ。てらいもない、飾りもない。ただ、忠義の念、それしかない。 なんとか彼のような人物から振幅されたいものだがと一人つぶやいていた曹操は心ひそかに自分と玄徳を比較してみたそしてどの点でも玄徳に劣る自分とは思われなかったがただ一つ自分の皮下に 関羽ほどな中心がいるかいないかと自ら問うてみるとそれだけは劣ると肯定せずにいられなかった彼の意中のものはいよいよ熱烈にきっと関羽を自分の徳によって振幅させてみせる自分の進化とせずにはおかんと 人知れぬ誓いに固められていた二二夫人の使いを受けたカウンは脇目もせず寮へ帰っていったそして内院へ伺ってみると二夫人は抱き合ってなお泣きぬれていたどうなされたのでござる何事か起こったのですか カンウが尋ねると、美夫人とカン夫人は、初めて愛用していた涙の顔と胸を話し合って。おお、カンウか。どうしましょう。もう生きているかいもない。いっそのことを死のうかと思うたが、将軍の心に測ってみてからと、そなたを待っていたところです。と、 ともどもに同国した。羽は驚いて、死のうなどとは別荘もないご丹尼です。羽がおりますからには、いかなる対難が迫ろうとも、お心安く遊ばしませ。まず、その死災をお話しくだされ。と、なだめた。ようやく少し落ち着いて、 夫人が訳を語りだした聞いてみると何のことはない B 夫人が今日うたた寝しているうち夢に玄徳の死をありありと見たというのであったハハハハハ何かと思えば夢をご覧になって竜晃祝のお身の上に矜持があったものと思い込んでいらっしゃるのですか どんな興味でも夢はどこまでも夢にすぎませんそんなことで嘆き悲しむなど愚の骨うというものですおよしなさいおよしなさいカウンは打ち消してしきりと陽気な話題へわざと話をそらしたいかに丁重に守られ不自由なく暮らしていても ここは敵国の主婦。二婦人の心を思いやると、夢にも怯えなく栄治のような弱々しさと、無下に笑えない心地がして、関羽は後でこう慰めた。長いこととは申しません。そのうちに必ず公祝のご対面の日が参るように、誓って関羽が計らいまする。 それまでのご辛抱とおぼしめしてお二方とてただご自身のお体を大事に遊ばしますようにすると内院の縁へいつの間にか曹操の自身が来ていた関羽の帰り方が慌ただしかったし二夫人の使いというので曹操も才議を抱いて様子を伺わせによこしたものである 家具に見つかると、曹操の自信は少し間が悪そうに。御用がお済みになったら、またすぐお越しくださるようにと、上将は御主演の支度をして、再度のお運びを待っておられます。と言った。関羽は再び、娼婦の官邸へ戻っていった。酒を飲んでも心から楽しめないし、 曹操そうそうと会っている間も古種玄徳を忘れえない彼であったが今ここで彼の機嫌を損じてはと胸に一人忍辱の涙を飲んで何事にもいいだくだくと伏していた宣告とは別な角質に花を飾り美気ををぐらし善美な加工と 公私公状の瓶を備えて、曹操は彼を待っていた。いやあ、御用はもう済みか。中座して失礼しました。今日は一つ将軍と飲み明かしたいと思っていたのでな。妙がの至りです。さりげなく杯に向かったが、曹操は寒雨のまぶたに、 泣いた跡があるのを見て意地悪く尋ねた。将軍にはなぜか泣いてきたと見えるな。君も泣くことを初めて知った。<laughs> 見つかりましたか。それがしは実は誠に泣き虫なのです。二夫人が日夜、流公祝を慕われてお嘆きあるため。 実は今ももらい泣きをしてきたわけでござる。包まずにそういった関羽の大人的な態度に曹操はまた惚れ惚れ見入っていたが、やがて酒も半ば竹縄の頃、戯れにまたこんなことを尋ね出した。君の髭は実に長やかで美しいが、 どれほどあるのかね長さは3カ羽ウの髭は有名だった長やかで美しい愕然というのでこの巨都でも評判になっていたおそらく土門随一の見事な髭だろうと言われていた 今曹操からそのひげのことを聞かれるとカンは胸を覆うばかり垂れているその漆黒を握って挑然とうそぶくように答えた「立てばひげの先が半身を越しましょう」「秋になると板昇とともに数百根の小毛が自然に抜け落ち冬になると 草木とともに毛爪が枯れるように覚えます。ですから極寒の時は凍らさぬよう袋で包んでいますが客に会う時は袋を解いて出ます。それほど大事にしておられるか。君が酔うと髭も皆酒で洗ったように麗しく見える。いやお恥ずかしい。髭ばかり美しくても 五体は六ろく,ろくと図書くして国家に報じることもなく古種兄弟の役に背いて虚しく敵国の酒に酔うこんなあさましい身はあろうと思えませぬ何の話が出ても曹操はすぐ自信をせめまた玄徳を死亡してやまないのであった その度曹操はすぐ話をそらすに努めながら心の内で関羽の忠義に感じたり反対にほろ苦い男の嫉妬や不快を味わいなどしてすこぶる複雑な心理に陥るのが常であった次の日長に散大することがあって曹操は関羽を誘いそのついでに 錦袋を彼に送った帝は関羽が錦の袋を胸にかけているので怪しまれて「それは何か?」とご家門された関羽は袋を解いて「真の髭があまりに長いので上昇が袋を保うたのでござる」 と答えた。人並み優れた大丈夫の腹をも過ぎる漆黒の朝前を眺められて帝は微笑しながら「なるほど備前光よ」とおっしゃったそれ以来天井から聞き伝えて諸人も皆関羽のことを「備前光備前光」 と、び習わした。弔問を辞して帰る折曹操はまた彼がみすぼらしい痩せ馬を用いているのを見てなぜもっといい資料をやって十分に馬を肥やさせないのかと無人のたしなみをとがめたいや何せいこちらの体が核のごとくちょうだいなので大概な馬では 痩せ衰えてしまうのです。なるほど。ボンバでは乗り潰されてしまうわけか。曹操は急に地震をどこかへ走らせて、一頭の馬をそこへ引かせた。見ると、全身の毛は炎のように赤く、目は二つの乱霊をはめ込んだようだった。 微前後、君は、この馬に見覚えはないかねうーん。これはカンは目を奪われて、甲骨としていたが、やがて膝を打って。そうだ両夫が乗っていた、石飛ばではありませんかそうだせっかくぶんどった春相だが、癖馬なので、 誰も乗りこなすものがない。君の用い漁には無関か,かね。えこれをくださるかカーンは采配して気色をみなぎらした。彼がこんなに喜ぶを見たのは曹操も初めてなので。十人の美人を送っても、かつて嬉しそうな顔一つしない君が、 どうして一匹の畜生を得て、そんなに歓喜するのかね。と尋ねた。するとンは、こういう千里の俊足が手にあれば、一朝、古種玄徳のお行方が知れた場合、一日の間に飛んで行けますから、それを一人祝福しているのです。と、玄嘩に答えた。 ゆうゆう関戸場にまたがって家路に帰ってゆくカを曹操は後見送って「しまった」と唇をかみしめていたどんな憂いも長く顔にとどめていない彼もその日は終日塞いでいた長領は時速のものから その日の被災を聞いて深く責任を感じた。で、曹操に向かい、一つ私が親友として、関羽に会い、彼の本心を打診してみましょう。と申し出た。曹操の内諾を得て、長領は数日の後、関羽を訪ねた。世間話の末、 彼はそろそろ探りを入れてみた。あなたを上昇に勧めたのは、各有長領であるが、もう近頃は都にも落ち着かれたであろうな。するとカウンは答えて、君の友情、上昇の法音、共に深く心に銘じてはおるが、心は常に竜晃式の上にあって、 都にはないここにいる漢はうつせみのようなものでござる。ははあ。と、長領はそういう漢をしげしげ眺めて。大丈夫たるものはおよそ事のさまつにとらわれず、大乗的に身を処さねばなりますまい。今上昇は、 朝廷の第一審廃亡の腰を連々としたいあるなど愚かではありませんか。上昇の幸運はよく分かっているが、それは皆物を賜う形でしか表されておらぬ。この関羽と流光宿との誓いは物ではなく心と心のちりでござった。いや それはあなたの曲解総上将にも信条はある。いや、死を愛するの心は、決して玄徳にも劣るものではない。しかし、劉公祝と小なたとは、まだ一平一層もない貧窮のうちに結ばれ、百難を共にし、生死を誓った間でござる。去りとて、 上昇の恩義を無に思うも無人の真相が許さぬ。何がな一朝のことでもある場合は、密相応の働きをいたして、日頃のご恩に応え、叱るの地に立ち去る考えでおりまする。では、もし玄徳がこの世においでなき時は、どう召さる日か。 地の底までも、お慕い申してゆく所存でござる。長領はもうそれ以上、無人の鉄石心に対して、りな追求もできなかった。門を辞して帰るさも、長領は一人反問した。上将は主君、義において父に似る。官は神経の友。 義において兄弟のようなものだ。兄弟の情に惹かれて父を欺くとせば、不忠不義。ああ、どうしたものか。しかし彼は、関羽の忠義を鏡としても、自分の主君に偽りは言えなかった。行ってまいりました。 よもやま話の末いろいろ探ってみましたがあくまでとどまる様子は見えません上昇の高音は深くわきまえていますがさりとて心を翻しニ君に使えんなどとは思いもよらぬ体に見えます歯に衣着せず長領はありのままを含めえした 曹操もさすがに曹操であった。あえて怒る色もない。ただ長短していった。君に仕えてそのもとを忘れず。軍は誠に天下の義士だ。いつか去ろう。いつか帰り去るであろう。ああ、是非もない。けれどまた。 カンはこうも言っておりました。何がない蝶の場合には、人働きしてご恩を報じ、その上で立ち去らんと。長良が言うのを聞いて、傍らから純育がつぶやくように権限した。さもあろう、さもあろう。中節の死は必ずまた神社である。だからこの上は、 関羽に功を立てさせないに限ります功を立てないうちは関羽もやむなく巨都にとどまっておりましょう